渋谷クロス FM バイス、 バイス。こんにちは。8月29日水曜日、時刻は15時、午後3時を回りました。このお時間からは渋谷ボイス、毎週水曜日のお相手は私、佐藤由美です。本日も渋谷公園通りにありますシダックスカルチャービレッジ1階、渋谷クロス FM サテライトスタジオより生放送でお届けしております。さあ、今日で8月最後の水曜日、ね、もう8月が終わってしまいますよ。もう全くなんだか私は今年の夏は夏らしいことできなかったなっていう、まあ、そんな思い出があるんですけれども、まあ、結構今年は平成最後の夏ということで、なんかもう結構煽られてましたね。平成最後の夏だからなんかやんなきゃやんなきゃみたいな結局やらずに8月が、まあ、終わってしまうんですけれども、で皆さんは平成最後の夏、何か大きな思い出ございますでしょうか。まあ、私は何と言ってもやっぱり舞台に、初舞台を、ね、経験させていただいたことがこの夏、平成最後の夏一番の思い出なんですけれどもね。さあ、そんな最後、8月最後の水曜日、渋谷今のお天気はちょっと今日はすっきりしないお天気ですよね。全体的に雲が広がっていて、こちらのスタジオからもグレーな空が見えております。まあ、時折日差しが出たり出なかったりっていうところなんですけれども、まあ、気温もそんなに高くなく、まあ、29度ほどですけれども、まあ、湿った空気の影響でジメジメと感じますよね。結構汗ばむ、そんな気候になっております、渋谷区でございます。さあ、ここでですね、渋谷区の週間天気予報を見てみましょう。週間天気予報このようになっております。はい、そう、今日涼しいのかなと思っていたら、なんと明日明後日と最高気温が35度の予報となっております。まだまだね、この暑さ続くかもしれませんね。そして週末、土曜日日曜日、まあ、9月に入りまして、まあ、あの気温は下がるですけれども、雨マークついております。来週はですね、この台風21号発生しております。台風21号の影響で、まあ、来週、まあ、日本に近づく可能性があるということですので、この台風21号の動きもですね、最新情報をぜひチェックしていただきたいと思います。渋谷区の週間天気予報はこのようになっております。まあ、今日もですね、雨が降るかもしれない、この夏ならではの夕立みたいなのがあるかもしれませんので、ぜひ、折りたたみ傘などを持ってお出かけなさってください。渋谷区の週間天気予報このようになっております。渋谷区へお出かけの際、ぜひこちら参考にしてみてくださいということで始まりました。落としてしまいましたけれども、失礼いたしました始まりました、渋谷ボイス。この後はですね、前半はいつものように渋谷イベントインフォメーションです。渋谷界隈の旬な話題を皆さんにお届けいたします。そして後半15時25分頃からはゲストコーナーです。本日のゲストはなんと8月1日にデビューしたばかりの、女性ロックボーカリストの遠井さんにお話を伺ってまいりますので、どうぞお楽しみなさっていてください。またこの番組では皆さんからのメッセージもメールにて募集しております。メールアドレスはこちらです。 info@shibuyacrossfm.jp まで皆さんからのメールどしどしお寄せください。それでは本日も15時50分までのお時間、私佐藤由美にお付き合いください。では本日のオープニングナンバーに参りましょう。ラチエンブラザーズで初恋ストロベリー。シャンプーの香り振りまいて歩く、もう僕は君に釘付け、すれ違うたびに繰り返る癖がついた。
渋谷クロス FM バイス、 バイス。本日のオープニングナンバー、ラチエンブラザーズで初恋ストロベリー、お聞きいただきました。さあ、ここからは渋谷イベントインフォメーションです。渋谷界隈の旬な話題を皆さんにお届けいたします。まず一つ目はですね、漫画家のさくらももこさんがですね、の訃報が8月27日に伝えられまして、本当に驚いた方でしたりとか、本当に悲しんだ方たくさんいらっしゃると思うんですけれども、そんなさくらももこさんと、ここ渋谷が初の渋谷系アーティストたちも追悼のコメントを送っているという話題でございます。漫画家さくらももこさんの訃報が8月27日に伝えられ、さくらさんの代表作の一つコジコジのアニメでオープニング曲を歌ったバンドホフディランら、渋谷系アーティストも追悼のコメントを寄せています。このさくらさんはですね、1986年昭和61年雑誌リボンでちびまる子ちゃんの連載を開始。この作品は1990年にアニメ化され、国民的人気を集め、自身で作詞も手掛けた主題歌踊るポンポコリンはミリオンセラーを記録しました。ちびまる子ちゃんのオープニングに起用されたカヒミカリーさんのハミングが聞こえるや、ホフディランが歌ったコジコジのオープニング曲コジコジ銀座の、歌詞もご自身で書き下ろすなど、自ら作詞を手掛ける楽曲も多かったということでね、こちらご存知の方も多いと思います。そしてさくらさんと1990年代に流行した渋谷初の音楽ムーブメント渋谷系との、タッグについて SNS などでは、90年代半ばは渋谷系の音楽をお茶の間で触れさせてもらえたことは感謝するしかないでしたり、フリッパーズギター解散をいち早くオンエアされたり、渋谷系に近い方という思い出など当時を振り返る、コメントが多く寄せられているということです。カヒミカリーや小山田圭吾さんを教えてもらったのもさくらももこさんだった、今思えば渋谷系の音楽に接した原体験だったななど、渋谷系音楽の入り口としてさくらさんの作品を挙げるコメントが多く、楽曲の思い出とともに悲しみが広がっています。本当にこのさくらももこさんというと、ちびまる子ちゃん、本当に日曜日の楽しみの一つでもありましたし、こじこじは、本当にたくさんの方、特に女性の方からも人気を博しておりまして、なんて言うんだろうな、さくらももこさんの人間観、人生観だったりとか、エッセイも有名ですもんね、言葉、私もその伝える立場としてすごい桜桃子さんが本当に言葉の使い方でしたり表現の仕方、本当に尊敬することが多くてですね、そんな方の訃報にはやっぱり悲しみ持たれた方もたくさんいらっしゃると思います。渋谷と、この渋谷系、渋谷初の音楽ムーブメント渋谷系とも関わりが深かった桜桃子さんということで、これからもですね、渋谷系アーティスト、桜桃子さんの、もう今後も、なんて言うんでしょうね、ちょっとうまく言葉にできないんですけれども、桜桃子さんが残してくださったものを、ね、私たちも心に刻んで、これからも発信することでしたりとか伝えることをしっかりしていきたいなと私は思いました。さあ、続いての話題でございます。こちらは現在進行形の話題ですね。老舗レクインナーウェアメーカーの福助、こちらが、今日8月29日渋谷キャストの広場で福助トラックお披露目イベントを行っております。この2015年に新たな企業理念、心と体に福を、福助の福ですね、を、制定したことを機に、こと提案、出来事のことですね、こと提案を通して福の、提供を図っている福助。2016年から渋谷区内を中心に限定カフェ福助茶屋でしたり、 PR カーの、福助カーキャラバンなどを展開しているということです。福助トラック、今回お披露目いたします福助トラックは、この福助カーを、進化させたカフェ機能を備えたトラックということで、より多くの多様な人たちに、ブランドをアピールするため、渋谷と原宿、表参道エリアをつなぐ場所に位置し、人の行き来が多い渋谷キャストで今回、今日ですね、イベントを行っているということです。こちら福
スケトラック、このトラックではアイスコーヒーやアイス抹茶オレなど、トラック限定のオリジナルカップでドリンクを提供するほか、福助人形のパペットソックス、そして、袖などに福助の文字を配したデザインの、などなど七福神をモチーフにした七福神のガチャガチャなどの雑貨もこちらの福助トラックで販売しているということです。そして今日この渋谷キャストで行われているお披露目イベントには着ぐるみ福助も来場しまして、1952年昭和27年に誕生した福助のラジオ CM ソング、どなたに何をのダンスを披露する予定だということです。こちらは今日の12時から19時の開催となっておりまして、どなたも入場無料となっております。結構こちらにもこの福助トラックのビジュアルあるんですけれども、結構インパクトがでかいですね。実際に福助がトラックの上に乗っていたりなど、かなり目を引くものとなっておりますので、ぜひこの福助トラック見かけた方はですね、アイスコーヒー、アイス抹茶オレ、そしてさらにその福助のグッズなども販売しているということですので、ぜひこちら立ち寄ってみてください。ということで前半2つのニュースをお届けいたしました。後半2つお届けいたしますが、その前に本日の2曲目お聴きください。八嶋美紀さんでサマードリーム。本日の2曲目、八嶋美紀さんでサマードリーム、お聴きいただきました。
引き続き渋谷イベントインフォメーションをお伝えいたします。渋谷界隈の旬な話題を皆さんにお届けいたしますね。本日3つ目の話題はですね、9月3日はグミの日ということで、皆さんご存知でしたでしょうか。そんな話題なんですけれども、グミのイベントグミウィーク2018が8月28日昨日からですね、渋谷ロフト1階のイベントスペースアイダスカステージで始まりました。このグミは果汁などをゼラチンで固めた、まあ、お菓子ということで、皆さんお好きな方たくさんいらっしゃると思うんですけれども、まあ、1920年にドイツでハリボーが世界で初めて発売されたということです。あ、ハリボーが世界初のグミだったんですね。そしてこの9月3日のグミの日に合わせて開催するこのグミウィーク2018は、バレンタインのようなお菓子のギフトマーケットと、ハロウィーンのようなフォトジェニックなイベントを組み合わせた新しいお菓子のイベントとして企画されました。初開催となった昨年は約3000人が来場したそうです。今年は昨年から4社増えたお菓子メーカー13社協賛のもと展開する予定だということです。場内では各社のグミの歴史年表を掲出するほか、イベントロゴを手掛けたクリエイター岡井和樹さんが制作したグミアートも展示しているそうです。さらに場内では約170種類のグミを集積しております。ロフトではゼラチンを使わないグミ食感のお菓子を第3のグミと位置づけまして、1924年大正13年に発売されたもち米を使うボンタン飴、いやこれ大好きです私、ボンタン飴でしたり、1950年昭和25年に発売された寒天を使うゼリービーンズ、さらに果物などに含まれる、ゲルカ剤、ペクチンを使うビーガン対応のイギリスベジベアフルーツゼリーなど、珍しいですね、こういったものを紹介するということです。今回は、お酒でしたり医薬品などの製造販売などを手掛ける陽明酒製造が今年の4月に発売した鉄分やビタミン C を配合するグミサプリ、クエン酸を配合するユーハ味覚糖のリセットレモンなど、機能系のグミもラインナップしているそうです。イベント限定の開運グミとして、赤、黄、緑など風水カラーのグミも販売します。くぼんだ形のソフトグミにサワーシロップを垂らして食べるジューシードロップグミや魔剣グミなど、子ども向けの商品は子ども自身が商品を手に取れるよう、棚を低くするなど工夫しているということです。本当にたくさんいろんな種類の珍しいグミが、ね、一堂に集まる、そんなイベントになっております。さらに期間中13社が、推薦する17商品を対象にしたグミアワードも行います。アワード対象商品の試食を用意し、テイスティング部門、パッケージデザイン部門の投票を呼びかけています。9月7日に開票しランキングを公表しまして、今年はこの場内の全商品を対象とした売上ランキングなども集積する予定だということです。さらにはぶどうグミの食べ比べも日にちによっては行うそうですので、まあ、グミ好きにはたまらない、そんな、渋谷ロフトでイベントが開催されております。こちら開催時間は10時から21時、グミウィーク2018は9月7日までの開催となっております。ぜひ足を運んでみてください。では本日最後の話題です。夏祭りの話題ですよ。渋谷キャットストリート近くのホテルトランクで8月31日あさってですね、夏祭りが開催されます。昨年オープンしたこのホテルトランクとなる、初の夏祭りでございます。会場となるテラスやラウンジには矢倉や屋台を用意し、夏祭りをテーマにしたカクテルやオマールエビを使った焼きそば、トリュフを使った焼き鳥など、ホテルのシェフが作る屋台フードを提供します。さらに場内では、ワインコルクのミニプランター作りや、装飾などに使われた生花で作るヘアアクセサリーなど、アップサイクルをコンセプトにしたワークショップや
ホテルのロゴ入り T シャツのペイント、さらにホテルのバーテンダーとノンアルコールカクテルを作るキッズバーテンダー体験など、こういった面白そうな楽しそうな企画も展開しております。さらに19時からはクリエイターの野村くんいちさんが率いるミルド・ブンチや DJ ゆうきょうさんらが DJ でイベントを盛り上げます。開催時間は15時から24時となっておりまして、入場無料となっております。で、もう夏祭り行き逃したって方はもしかしたらいらっしゃるんじゃないでしょうか。まあ私もそうなんですけれどもね、こちらあさって渋谷のキャットストリート近くのホテルトランクで夏祭り、1日限定の夏祭り楽しめますので、ぜひこちらも足を運んでみてください。で、夏の終わりにいいかもしれません。ということで、ここまでは渋谷イベントインフォメーションでした。この後は皆さんお待ちかねのゲストコーナーです。その前にですね、この後ご登場いただきますトーイさんで一曲お聴きください。 I wanna go。 壁そう、僕らの前には当たり前のように立ちふさがって、ダメダメダメ、また諦めそうになる弱気な埋葬、足をバシャバシャさせた、ためらいを捨てて真っ白になりたいな、桜の花のように FM ボイスボイスはい、この時間からはゲストコーナーです。本日のゲストはかっこいい女性ロックボーカリストトーイさんにお越しいただきました。本日よろしくお願いいたします。お願いします。よろしくお願いします。そう、先ほどお聞きいただいた曲もトーイさんの楽曲だったんですけども、めちゃめちゃかっこいいですね。本当ですか。はい、いいんですよ、そんな。ありがとうございます。ありがとうございます。その楽曲めちゃめちゃかっこいいのに、あ、そして見た目って言っちゃあれですけど、外見も、もうアブリルラビンをこう欲しさせるような髪型です。金髪ピンクでね、すごいかっこいいなって思うんですけれども、ありがとうございます。実際なんかお話ししてみるとすごいチャーミングな方だなという。本当ですか。緊張してます。緊張してます。お願いします。よろしくお願いします。
それでは私からトウヒさんのことをご紹介させていただきますね。はい、トウヒさんは、音楽プロデューサーアーティスト浜口ユームさんが指導させたレーベル、はい、ザ・レインメーカー第1弾アーティストとして8月1日にデビューされたということでおめでとうございます。ありがとうございます。まだ1ヶ月経ってないんですね。そうなんですよ、うん、そうなんですよ、1ヶ月経ってない。そうなんです。フレッシュな感じですね。すごい嬉しいです。あ、こちらに出られることが。あ、そうですね、やっとデビューという感じで、やっとスタートに立てたなという感じがしてます。はい。で、この、まあ、番組、まあ、渋谷クロス FM 渋谷ボイスというんですけれども、まあ、番組名、曲名にちなんで、はい、なんか渋谷といえば、はい、こういったなんかエピソードだったりとかイメージとかって何かありますか？そうですね、やっぱ大都会っていうイメージですけどね、私青森から来てるので、はい、青森から。そうですね、大都会っていうイメージと、やっぱ初ライブが渋谷だったので、そのイメージですよね。その初ライブで、あの今のプロデューサー浜口ユームさんに出会ったんですよね。そうだったんですね。それでプロデュースしていただくことになって、なんか運命の地でもありますし、今もこうやってあの、ね、ザ・レインメーカーから出させていただいて、すごい嬉しいです、ね。はい、渋谷大好きです。いつもライブしてま す, い, ます。いつも渋谷でライブをしてるし、はい、プラス初舞台が渋谷 で, そ, うなんで、そんなプロデューサーの浜口さんと出会ったのも渋谷だった。そうです、出会ったのもなんかすごいご縁ありますね、渋谷に。そうなんですよ、常に渋谷にでもいますね。ライブとかいつも渋谷でやってるの で, で、ね、じゃあもうここの曲のこともご存知でいらっしゃった。もちろんです。あのすぐ近くの、ね、渋谷アンダーディアラウンジさんでいつもライブさせていただいてるんですけど、はいはい、ここよくね通るんですけど。そうですね、ここの道必ず通りますもんね、はい、でもアンダーディアラウンジ。ドキドキしながら通って、あ、いつか出たいなと思って、はい、とことか歩いていってました。本当にいやー、ね、こう憧れるじゃないですか、はい、このね、公開録音というか、ね、でファンの方も今日は外に来ていただいてありがとうございます。嬉しいですね。嬉しい。いや、なんかそういったお話を聞いて、なんか私もすごい嬉しいです。本当ですか。はい、緊張、はい、緊張でも楽しくお話ししていければなと思うんですけれども、はい、お願いします。そう、デビューシングル、はい、もう8月1日にそのデビューと同時にデビューシングル発売されたじゃないですか。なんという曲名ですか？はい、Today あの街からという曲です。 Today あの街から、はい、うん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 、すごい、あのずっとこのライブとかではね、ずっと歌ってた曲なんで、はい、ファンのみんなね知ってる曲だと思うんですけど、はい、今回デビューということ形で第一弾として、この私もね大切にしてきた曲なので、それをね、大好きな曲を第一弾としてこうシングルリリースするのがすごい嬉しいですよ、はい。で、実際にどうですか、デビューして、うん、実際にその本当に大事に歌ってきた大切な歌もリリースされて、はい、たくさんの方の、ね、元に届いて、ね、今のお気持ちとかってどうですか？はい、どんな気持ちですか？やっぱすごい嬉しいですよね。やっぱ今までこう作り上げてきて頑張ってきた自分と、やっぱみんなが見てくれてた Today をこう世界に羽ばたいていくっていう形になったので、すごいもう嬉しい気持ちでいっぱいですね。なんかそれがすごい伝わってきます。今すごいワクワクドキドキされてるんだろうなっていうのが、いっぱい聞いてもらいたいです。でもやっぱりそのこのデビュー、そしてリリースに当たるまでもやっぱり苦労されたこともたくさんあったんじゃないですかね。そうですね、苦労というか、やっぱ一番好きなことなので、ずっとちっちゃい頃からの夢だったので、苦労というか、私自身はね、そんなにないですよ。本当ですか？もう本当にやっぱり待ちに待った。そうですね、あと当日デビュー日が初ワンマンだったんですよ、はい、で、ライブとそのリリース日、デビュー日だったので、そのライブの準備とかいろいろこう頑張ったりとか苦労とかはありましたけど、その分やっぱドキドキワクワクが、ドキドキワクワク、緊張しいなので、それが辛かったですね。8月1日までドキドキしてそれが辛かったですね。寝られない日々が続いたりとか。そうです、緊張とワクワクとドキドキが、はい、あの大変でした。で、今はやっぱりワクワク、その緊張は特に。そうですね、ずっと続いてますけど、その初ワンマン終えて、はい、その Today をみんなにやっぱより多くの人に届けたいので、そのドキドキワクワクまだずっとありますよね、ね、これから、はい、で実際にワンマンライブはいかがでしたか？どんな、いや、めちゃくちゃ成功に終わって、はい、めちゃくちゃ楽しかったです、はい、本当に。やっぱ今までのその Today、あの街からの曲のコンセプトでもあるというか、私がこう上京してきた、はい、でそれでロックミュージシャンになるために頑張ってきた葛藤を歌ってるので、そのセットリストもそういう感じにして、本当に考えて、セットリストも考えて、いや、それもやっぱりファンの方々にね、伝わったんじゃないですかね。そうだと思います。喜んで、ね、いただけてすごい嬉しかったです、はい、なんか本当に楽しく
純粋にこう歌が好きで活動されてるんだろうなっていうのがすごい今のお話だけでも伝わってきました。本当ですか、ありがとうございますいやでも本当に褒めていただいてこの曲と、まあ、アーティスト写真のビジュアルのイメージ、はい、まあ、結構もうガツガツのロックボーカリストって感じなのかなと思ったんですけど、まあ、本当に純粋に歌が好きで、好きで、ね、で本当にワクワクドキドキしながら、はい、もう歌ってらっしゃる遠井さん、なんか可愛いなって言いますよ。もういいですよ、まためっちゃ褒めてくれるじゃないですかいいです、そんな、ありがとうございます。ではここで早速ですけれども、はい、聴いていただけますか、デビュー曲。あ、ぜひ聴いていただきたいです。この曲にはどんな思いが込められてますか、 あとメッセージとかって。そうですね、まあ、私のまあ原点といいますか、はい、私のやっぱ日々の葛藤とか夢を抱いてからの曲をやっぱ綴ってるストーリーになってる曲なので、はい、やっぱみんな誰もがね、壁にぶち当たると思うんですよ、はい、だからそんな中みんななりのなんか、ね、元気になる背中を、ね、押せるような曲になってると思うので、はいはい、元気になってもらいたいと思います、この曲を聴いて。さら、はい、に今回ご覧いただくのはミュージックビデオなんですよね、はい、そうです。で、私もちょっと冒頭だけちらっと見させていただいたんですけれども、はい、もうこの辺の街並みが映ってるミュージックビデオですよね。すごい親近感が湧いちゃって渋谷で頑張ってきたんで渋谷でこう撮影しました、ライブハウスまでの、はい、アンダリアランジまでの道のりを。そうです、そうです、そうです、そちらにも注目していただきたいと思います。はい、それでは遠井さんから曲振りをお願いします。 ありがとうございます、はい、私遠井のデビューシングルです、 Today あの街から。街から出て行き、夢を抱いて東へ西へ、孤独なんて慣れてるはずなのに、なぜか涙溢れてきた。あの街に別れない、空を見上げたら
ら I wanna fly 泣き虫じゃいや私は私のままでいつから I wanna cry 弱虫に Goodbye 君は君のままでいいから I wanna cry ほら走り出そう頂きました。トーイさんのデビューシングル、はい、Today あの街から、はい、ということでこのミュージックビデオをご覧になっていただいている最中にですね、はい、2人でちょっと泣きそうになっちゃったんですよね。ゆうみさんが泣いてくださるから私はちょっと胸いっぱいになりましたそのやっぱり青森から夢を追って東京に出てこられたということで、はい、共感する歌詞がめちゃめちゃあって、嬉しいです。私もこう夢を追って、もう渋谷の街本当は嫌いな街だったんですよ、はい、怖くて怖くて怖いですよね。でも今はこう本当大好きな街になって、まあ、遠井さんにとってもそうだと思うんですけれども、なんか共感する気持ちがあって、あとは本当聴いている方々の背中を押す本当勇気の出るような楽曲だなと思いました。ありがとうございました。嬉しいです、ありがとうございます、はい、こちらのミュージックビデオは YouTube でも実際に、はい、公開中です、配信されてますので、はい、ぜひToday あの街からと検索していただきましたすぐ出ましたので、あ、はい、ぜひ皆さん聴いてください。勇気、元気が出ない時にね、元気、これこの曲からもらってほしいなすごいも思いました。嬉しいです、ありがとうございます。でゲストコーナー後半になりますけれども、後半はですね、はい、そんな8月1日にデビューしたばかりのトイさんの、はいはい、まあ、そもそもなぜ音楽に興味を持ったのかっていう、そういう活動の原点のお話を伺いたいなと思うんですけれども、はい、そうですね、はい、もう本当にすごい遡ってというか、はい、原点に振り返ると、まあ、おぎやって生まれてあのすぐアンパンマン写真やりましたね生まれてね、あのからアンパンマンがね、はい、あの皆さん知ってると思うんですけど、はい、アンパンマンちっちゃい時から見てて、はい、アンパンマンになりたいって思いました。あーヒーローになりたくって、ね、そのアンパンマンになりたいっていう気持ちから成長してて、まあ、ちっちゃい時、はい、ピアノ習ったりとか、はい、まあ、音楽に触れ合って、まあ、音楽が大好きだったんですけど、はい、そこから小学校に上がってあのマリリン・マンソンさんとか、ラルク・アンシエルのハイドさんとかに憧れてですね、はい、ああなりたいと思ったんですね。やっぱ男性のロックってかっこいいと思ってしまって、はい、すごい憧れて、はい、そこからもう、まあ、アンパンマンの気持ちを持ちながら、はい、まあ、一生懸命生き抜く、何のために生まれてってやっぱメッセージあるじゃないですか、アンパンマンの、 あの曲にですね、そうです、あります、ね、その気持ちを持ちながら、はい、ロックを歌おうと決めて東京に来ましたね。なんてこう純粋な本当に幼き頃のあのアンパンマンのかっこよさだったりとか強さを胸に持ちながら、はい、その成長するにつれて出会ったロックに、はい、憧れたんです。憧れて、はい、なんかすごい素敵ですね、そのきっかけ、そうですね、うん、本当にアンパンマンになりたかった。今もなりたいです。今もなりたい、はい、大好きですよ、アンパンマン。でも確かにこう 仲間を大事にする思いやりがあったりとか、そうですね、なんか理想の男性像って感じです、アンパンマンは。本当ですか。やっぱ自己犠牲でね、みんなに自己犠牲であげるじゃないですか、与えるというか、アンパンはですね、はい、だからミュージシャンとかアーティストの方もやっぱ与えるというか、やっぱ歌い手ボーカリストからにはやっぱ人の心の奥底に光をやっぱ与えたいという気持ちがやっぱあるので、そこはあの信じてずっとやっていこうという決意のもと来ましたね、はい、そう、あとそのロックに憧れたのも、はい、あのラルク・アンシェルさんだったりとか、はい、とハイドさんだったりとか、はい、その、まあ、男性のロックじゃないですか、はい、でどんなところにこうロックの魅力を感じたんですか。やっぱその
皆さんそうですけど、はい、ロックってやっぱサウンドもバンドサウンドもかっこいいですし、やっぱパンチがあるというか、まあ、優しい歌も大好きなんですけど、はい、すごいやっぱ自分のスタイルとか魂を貫いてるのがすごい分かって、私も自分なりのスタイルを貫いてきっと死ぬまで貫き通そうと思ったので、そのロックに憧れましたね。サウンドもその精神もすごい憧れましたね。でも生き方がロックなんですね。でもありがとうございます。でもアンパンマンのここ、アンパンマンの、あ、アンパンマンとドクロ大好き。アンパンマンの心を持ちながら、はい、それでも生き方はロックで、はい、トーイさんは貫き通しているということで、はい、で、まあ、8月にデビューほんとしたばっかりですけれども、音楽活動というのは、はい、まあ、その前からもされてたんですよね。あ、そうです。結構何年も渋谷とかライブ活動をしながら、はい、今日に至ったって感じですね、はい、でそのやっぱり音楽の活動をしていて、はい、よかったなって思う瞬間とかエピソードとかって何かありますか？いや、もちろんやっぱライブで、やっぱみんなの笑顔を見れた時とかの瞬間はもう本当にやっててよかったって思いますし、はい、やっぱそれのために歌ってるので、ライブ終わった後とかに元気100倍になりましたとか言ってくれると、アンパンマンにちなんで、はい、すごい嬉しいですね。はい、これからももっと思っていただけるように頑張りたいですね。やっぱりファンの方々の笑顔というもの、うん、はい、言葉が本当にね、支えになってるんですよね。すごい嬉しいですよね。ピカーってもう元気100倍笑顔をね、見せてくれた、すごい嬉しいです。それやっぱりトーイさんがこう、そういったものを発してるからだと思いますよ。そうですかね、頑張ります。もっと頑張ります。それで、まあ、今後、まあ、まだデビューしたばっかりですが、はい、今後のなんか夢とか目標とかってありますか？もちろん夢はね、でっかくいっぱいあるんですけど、はい、今時点の夢としてはですね、やっぱりやっぱ、はい、いい音楽、楽曲を作っていきたいっていうのと、みんなに届けたいっていうのも当たり前にあるんですけど、やっぱライブをね、積極的にやっていきたいので、はい、ライブ活動としてはやっぱもっと大きなところで、ZEPP東京で埋めて、はい、みんなと楽しい、がっつり盛り上がる、楽しいいいライブをしたいっていうのが、はい、今現地での目標ですね。でもなんか今、はい、トーイさんの後ろにその背景がすごい見えてる気がします。本当ですか？ゼップの、いやー、いつかゼップ東京で、はい、やりたいですね。トーイさんのその元気だったりとか、その心、気持ち、はい、ぜひ皆さん、本当多くの人に届いてほしいなって思いますよね。あの景色をね、あの瞬間のために、まあ、毎日やりたいと思います。はい、で、まあ、今もライブ活動たくさんされてると思うんですけども、キンキンの、はい、ライブのぜひ告知を、はい、はい、お願いします。そうですね、まあ、ちょっと先にはなっちゃうと思うんですけど、はい、そうですね、11月13日に、はい、渋谷アンダーディアラウンジさんで私の主催の、ね、ライブがありますので、ぜひ、はい、私の SNS の、ね、もう載せると思うので、はい、ぜひチェックして遊びに来てください。11月13日火曜日、まあ、アンダーディアラウンジ、はい、本当ここからすぐですもんね、はい、歩いて。近いです、近いです、すぐそこ、はい、主催初めて。あ、いつもやってます。あ、主催、あ、いつもされてて、はい、で主催のライブが。そうなんですよ。じゃあたくさんいろんなアーティストさんも呼んで。あ、そうです、オファー中ですね今。あ、そっか、はい、でもあと2ヶ月ちょっとありますもんね。はい。じゃあこちらはぜひそのトーイさんの SNS チェックしていただきたいと思うんですけれども、ぜひ遊びに来ていただきたいです。はい、SNS は、はい、たくさんトーイさんされてますもんね。あ、そうです。なんか連携っていうんですか、はい、なんていうんですか、一緒にツイッターで投稿しても、はい、なんか一緒にできるようにやっぱ皆さんに見てもらいたいので、だからどれでもツイッターでもいいし、はい、フェイスブックでも良いですし、はい、インスタでも載せてるので、はい、ぜひ皆さんのなんかやりやすいやつで見ていただけたらなと思います。はい、そこから予約チケットとかも受け付けるので、はい、コメントとかメッセージ待ってます。はい、ぜひトーイさんの SNS チェックしていただきたいと思うんですけれども、そう、こちらはあれですよね、 YouTube の、まあ、トーイさんの、はい、チャンネル の、はい、動画一つ一つの説明文のところに、あ、あります。全て SNS が載っているということですので、そうなんですよ、まあ、まずはやっぱりその YouTube ミュージックビデオ、はい、見ていただきたい、フルでね、はい、を見ていただいた後に説明、紹介文をクリックしていただいて、そこから SNS 飛んでいただいて、ありがとうございます。チェックしていただくのが一番かなと思います。はい、あ、そうだ。あとこのミュージックビデオ、はい、まあ、先ほどご覧いただきましたミュージックビデオが全国のテレビ通してでも皆さん見れます。はい、ね、
はい、あの全国じゃない全国音楽情報テレビのミュージック BB というあの番組で、はい、あのミュージックビデオをね、はい、あの紹介していただいてるんです今、はい、全国 で今2週目に突入しまして、そうですね、本当に全国各地の、はい、まあ、ローカル局だったりとか、はい、東京だと東京 MX で、ね、あ、そうです、そうです、流れてたり、今日だと千葉とか千葉テレビとか、うん、でも近くの人は見れるんじゃないかと思いますので、はい、ぜひ見ていただきたいと思います。はい、本当にミュージックビデオもたくさん見ていただいて、この番組も見ていただきたいなと思います。はい、すごい嬉しい、ありがとうございます。はい、いやもうお時間があっという間だったんですけれども、最後にあの、はい、ファンの方、リスナーの方々に何かメッセージございましたらお願いします。あ、はい、いや本当に私のデビューシングル、うん、であの街からぜひね聞いていただきたいっていうのと、はい、あとやっぱりねロック大好きなので、ライブでみんなとがっつり盛り上がりたいので、ぜひ一度はね、来たことない方も一度は遊びに来てほしいと思いますので、あの11月13日、はい、今決まってるのはそこなので、詳しくはね私の SNS でチェックして予約して来てください。はい、よろしくお願いします。はい、ということで今日は本当に楽しい時間をありがとうございました。あっという間だったんですけれどもね、はい、最後まで聞いてくれてありがとうございました。はい、ぜひまた遊びに来てください。はい、ぜひ、いいですか。はい、もちろんです。また来ます。お待ちしております。はい、ということで本日のゲストは改めまして、女性ロックボーカリストのトーイさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ロック大好きトーイでした。それでは来週またこのお時間にお会いいたしましょう。お相手は私佐藤由美とロック大好き遠井でした。ありがとうございました。バイバイ。